とりあえず一旦チャンネル登録しよう。はい、どうも皆さんこんにちは、コスケです。さあ前回同様ね、今回もやっていきましょう。シアレンスの迷宮でお宝探し。コスケはお宝を手に入れることができるのか。制限時間15分。頭を使い体を使い幾度となく乗り越えてきた試練。まあ、そんな感じでねやっていくんだけど、宝箱だけのエリアがね、あ、来た来た来た、待てよ。でもねこれ怪しいから、たまにね、パックンボックスみたいなやつがおったりするんよ。石材はいらん。失敗作いる。ほら、もう結構よくない？で、これを何回も何回も探していって、たまにね、武器があるんよ。そういうことなん。皆さんに、これを見せることができて、僕はね、すごく嬉しいです。まあ、つうことでね、やっていこう。これね、なんもないエリア結構好き。一応ね、超失敗作もあるから、敵2匹ぐらいだったら倒せるかな。でもね、ゲートがあったらダメなんよ。ゲートは、毒とか効かんから。ゲートー。くそー。てか、マジ武器が欲しい、武器が。いつも言っとるけど。何度でも言うけど。とりあえずなんか、一回ちょっと飯食ってな、適当な飯食おうか。OK。で、まあ、HP マックスにして、もう、マジみんなこれ何を見せられてるって感じだろうね。でもこれが俺の、強くなるための動画だから。なんならもうシアレンスの迷宮攻略動画やんみたいな。危ない！このサソリマジで、なんか好戦的すぎるから、ちょっと先に倒したい。あれ？先に倒し、あ、よかった、あった。オッケー。で、こいつは、超失敗作と、普通の失敗作で多分いける。オッケー。ほら、こうやってね、ここでしかゲットできんから。もう、こういう奴らはもう倒せんから、もう帰ろ。まあ、でも、レベルもね、すごいよ、レベル74。アンブロシアワンパンやろこれ。うい、あ、ダメだ、全然こいつは強いわ。さすがレベル300。やば、マジないな、マジでねえな。シアレンスの迷宮はなんか天気の概念ないっぽいね。あ、おい待って、あの青い箱、武器の箱。偽物だったー、くそーもう俺ホラーゲーム実況しとるみたいな声出たんだけど、ごめんごめんみんな。でもマジでちょっとイラついたわ今のはね。今の絶対普通に武器の宝箱でさ、はいちゃんちゃんでよかったやん。おいおめえまた偽物かよこのボケ。これこいつ倒したい。あ、ダメだ、やめとこう。ねえ、もうなんでそのさ、武器の偽物がさ、出てくんの？ 2 回も連続で。もうピエンなんだけど、ピエンこ、なんで今ワープしたのに？大丈夫です。ねえ、お前マジで、ジョーンズよ。お前は、おるな、お前は。くそー。金むさぼり野郎が。ピエン超えてパオンやわ。あ、待って。いいやん。2個目。あれ？明日か。帰ります。くっそ、マジで。マジ、うわぁ、宝箱は。完全に宝箱はなんだけど。もうこれだけでね、すぐね、時間費やせるからね。どうだどうだってか、ま、あい、あい。ワイン落ちとった。枯れ草も落ちとったに俺は拾うことを忘れてしまったよ。まあ。とりあえずチャームブルーだけ拾って、あとはもうなんか何もなさそうだな。マジで宝箱。でもね、動画外で宝箱探ししたら、動画外で強い武器ゲットしてしまうとね、なんか、思んないから俺は、
もう強い武器1本目取るまで一生動画にするから、みんなね、あとパート300ぐらい、これを見んといけんかもしれん。こういう動画をね。それはそうとさ、Amazon プライムでさ、ワイルドスピードスーパーコンボが、無料になったらしいから、ぜひね、みんなもね、見た方がいいんじゃないかなって感じだよね。ワイスピね、マジでおもろいから。ほんとに。待って、めっちゃルーかけてくるんだけど。ほんとに、面白い。車がね、好きだろうと好きじゃなかろうと思ってか、めっちゃ寝てるー。めっちゃ寝てるー。くっそ、仲間がおれば。しかもさ、物体 X 作ろうにもさ、調合台がないからね、物体 X は作れんのよ。くそう。あと一粒の涙で、一粒の勇気で、願いが叶って、あ、待って、スライムじゃね？あ、でも危ない危ない。エッチになっちゃう、エッチに。マジ、いつになったら宝箱？宝箱はちょこちょこは出るんやけど、俺が欲しいのは青宝箱の中に入ってる武器っていうの、そのもう、インテル入ってるみたいな感じなんだよな。宝箱！絶対これ偽物やからね。ほう。本物やったわ。ああ！よし、来い！うぇーい。作物、てか、作物の種とかでもいいな。まだゲットしてないような。神秘のあれだけ取って。これあれ？何？プロテインか。危ねえ。アブナプトラの城なんだけど、完全に。あ、俺、アブナプトラの城ってあれだろ、体の中にさ、ほっ。体の中に虫が入ってしまうやつやろ、砂漠の。オッケー、倒した。くそ。なんでエリア二つともモンスターなんだ。さあ、行くぜ。なんか仲間同士の相打ちみたいなのしてくれたら、すごいね、嬉しいんだけど、まあ、そんな機能はこのゲームには搭載されていませんってことなんやろうな。くっそ、マジでねえな。シアレンスの迷宮を回る人やん、俺。やった、枯れ草。これで多分次のエリアは突破できる。無理っぽいな、やめとこう。魔法使いの敵はガチでひどいから。魔法使えないだから。うわぁ、もう、このさ、シルバーウルフのなんか赤いやつ、狼の赤いやつみたいなやつ、動きめっちゃ俊敏で速いからね、ちょっと戦うのやめた方がいいよ。まあもう俺みたいなね、アホみたいな縛りしとる人おらんと思うから、まあ、なんでもいいんだけどね。うっしゃうっしゃ待って、これ宅だよ、これ。多分、いや、多分下だな、宝箱あるのは。お？でも確かにボス部屋まで行ってしまったら、これとかマジでめっちゃいいやん、ここ。これはね、物体 X 投げると思わせて、枯れ草投げさせるんよ。そしたらまたこうやってダメージがこうやって入ってって、こうやってフェイントするんかやって。えっ！あっ！ほっぷね。もうそろそろ大丈夫かな。まだだ。 HP 多いな、グリーンドラゴン。よっしゃ、オッケー。危な。さあ、行くぜ。お、牛乳がゆ。ダメだね。ここはダメだ。お、今の変なね、殴りかかってきた猫の猫娘みたいなやつも、あいつめっちゃ強いからダメ。危ない。え、でも楽しいんだけど。お、ショートケーキ。ショートケーキ。多分ね、これはね、
かアイテムが、アイテムいっぱいすぎるみたいなこと言われた。何がいっぱいそんなに。ちょ、一旦モンスタードロップしまおうか。え、何が、待って、ダメ。物体 X は、物体 X は取ってこう。ポンポンポン。あ、で、そう。今ね、そのみんなに、その、今アンケートというか、普通にあの動画のコメントで、その前も言ったように、その、ボスをワンパンできたら、次のステージに行ってもいいみたいなのどうですかっていうお話は、まあ、しとるんだけど、早速ね、今ちょうど動画撮っとるのが、その、パート3ぐらい、これ一気に4とか撮っとるから、そのコメントがね、今1個だけ来て、まあ、コハクちゃんに会いたいので、私は賛成ですみたいなコメントね、してくれた、君ありがとう。お名前はね、猫のパティさんありがとう。パート3遅れになりながらもね、しっかりコメントを返信していく、最強の男、俺。まだ7時か。本当に落ちるのかな。本当に落ちるのか。待てよ。どう、ちょっとねえ、あれさ、待って、もしかしてさ、本当は1個はマジで宝箱だったんじゃないかっていう思いが、どう思う？いや、あれは絶対宝箱じゃねえよな。だって宝箱、うわぁ、ちょっと2個もあったら片方宝箱だよなって思うけど、どうなんやろうなぁ。ちょっとマジ、心がおかしくなるよ、これ。倒された。あっぶねえな、マジで。でもね、宝箱って攻撃してしまったら、消えてしまうからね。これ絶対上にあるよ、宝箱。誰この人、ちょっと死んでもらおう、この人。俺は隠れよう、こうやって。起きた瞬間に、ため切りを食らわせる。全然起きんやん、こいつ。あ、まだだ。え、まだ？よし、そうした。レベル俺な、今。81。やばいぞ、これまだ1面だぞ、俺1面。やったー！物体 X がマジでね、俺にとっての結構バトルの材料になるから。武器より強いからね。なんかスキルレベル上がった。ここか。待って、失敗作だけ欲しい。よし！もうお金はね、どうでもいいんだ。俺さ、お金0円のくせにさ、治療してもらえるようになったからね、もう今、所持金0だから。何回死んでもいいよ、もはや。最高じゃん、それ。はい、枯れ草。宝箱ないね。わかる？ 15 分の動画に2本上げてるってことは、俺30分間このゲームやってるってことやからね。こんな少ないことある。だからもっとなんか取れると思っとったんだけどな、普通に。はい、ありました、ありました、的な感じだと思っとったんだけど。誰これ？誰？ここにおるの誰？ちょっと待って。誰がおるんかわからんまんま終わったんだけど。多分ここにボスおるんよ。違う。え？全然ボスエリアじゃないんだけど、何？あ、来た！やっと、え？ちょっと待って。ねえ、この宝箱ってさ、関係ないんじゃないんけ？めちゃめちゃ今持ってる武器ってか、その、買える武器だけが出たんだけど、ちょっと待って。ねえ。メガネいいな。メガネレスト君いいな。え、ちょっと待ってくれんけ。え、これって売っとるアイテムしか買えんとか、そういうこと？え、ちょっと待って、やばい。ちょっと待って、いろいろとちょっと、やばい。ちょ、いろいろとおかしくなってきたぞ。マジで？ちょっと、いや、でもまだ宝箱開けるから。うん。
ということで、今回はね、まあとりあえず宝箱あったんだけど、ゴミみたいなアイテムしか入ってませんでした。さよなら。クソ。